はいえー、皆さんこんばんはこんばんはえー、今日はですね11月の22日今日は何曜日ですか今日は火曜日ですはい火曜日ですなんかねまたちょっと間が空いてしまいましたねすみませんはいあのー、今ね結構あのー、まあ前からずっと言ってるんですけど、うん、お仕事が結構バタバタしているのがようやく落ち着いてきたんですけどその代わり まあ僕らカメラマンなんですけどねあの撮影に行くことは一旦終わったんですけどその後は、えー、写真とかねあとは動画をパソコンにこう取り込んでね編集する作業とかねあとはあの事務作業って言って、まあ、事務作業っていうのはなんかこうお金を払ったりとかねなんかそういろいろまとめたりとかそういう記録を取ったりするねまあ経理の仕事だったりとかあとはメールが来たのに返すとかね お問い合わせの電話が来て、その電話にこう出て対応するとかね、そういうことを結構やってます。うん、忙しいです。ね。はい。やっぱりパソコンのお仕事をやってるとね、夜遅くなっちゃうこともあって、すごい大変なんですよね。うん,うん。でもまああの落ち着いたらまたポッドキャストを頑張っていきたいと思います。はい。えー、今日なんですけれども、今日はねやっぱりこのお話かなと思ったんですよね。はい。うん。十一月22日。 はいい夫婦の日です。うん、いい夫婦の日ね。うん、まあ有名ですね。有名です。すごい有名で、やっぱりこの日に、えー、結婚するっていう人は多いですね。多いですね。うん、まあ結婚式をするっていう人はそんなに多くないかなって思ってて、っていうのはまあその平日だから。うん。いい夫婦の日っていう祝日とかじゃないから。うん。あのまあ ね、今日普通の火曜日ですから、まあ、結婚式っていう人いないかもしれないけどその婚姻届っていうねあの結婚しますっていう,こう書類紙を書いて、まあ、役場にね市役所とかに持っていくんですけれどもそれを出すっていうのはこれはね1年で一番多いんそうなのかなかなどうですか多いと思います、うん、まあどうですかね ね、いや多いと思うけどねうんまあ見たことないからね、ま、そうね <laughs> あれだけどあの、まあ、記念日とかねお二人の、まあ、例えばお付き合いをした記念日とかに出す人いると思いますけど、まあ、いい夫婦の日っていう人はすごい多いなっていう僕は印象ありますけどねうん,、うん、なんか有名な方もねあそう結構芸能人とかそうそう、ね、この日に入籍しましたって言ってうん 結婚しました。っていう報告をしてるの。よく見ますね。ああ、そうなんだね。うん、なるほどね。あのー、やっぱり僕の中で多いのはこう。11。22っていう車のナンバーの人結構いるなっていう。本当、うん、<あ>僕の友達は結構いるいるんですよね。えー、あ、そうなんだ、はい。そのまあいい夫婦の。日に結婚して車のナンバーもそれにしてるんじゃないかなと思うんですよね。なるほどね。多分ね。うん、聞かないですけど、なんか？ あそういうことだろうなと <laughs> あの思うというかね、うん、そういうふうに思うんですけど、うんまあ、特にこの日に何かをするっていうことはないと思うんですけど、うん、でもやっぱりこう今日はいい夫婦の日ですねみたいな感じでこうテレビとかね、まあ、あとはラジオとかあとネットニュースとかそういうところにこう出てくるじゃないですか、うん、なんかそのお話としてねで、あ そうね今日はいい夫婦の日なんだねって思うというのがまあそうですね。うん、で、まあ、あのまあ結婚している方はねその奥さんとかね、まあ、旦那さんとかにこう「まあ、いつもありがとうございます」っていうことでねあのこれからまた一年よろしくお願いしますみたいな話をしたりしなかったりするんでしょうね。そうで,す、ねうん、でまあこれはあのいい夫婦っていうのが1122じゃないですか。 はい、っていう語呂合わせなので、まあ、多分日本だけの日だと思うんですね。うんで、まあ前にも聞いたことがあるかもしれないけれども、その皆さんの国とか地域でね。そのそれに当たる日っていうのはあるのかっていうのを、ね、また聞いてみたいなと思います。うん、前も聞いたと思うんでね。うん。でも前聞いた時からまあ、丸1年経ちましてかなりこうね。 また新しく聞いてくださってる方も増えたので改めてちょっとねこれ質問してみたいなと思いますうん、うん、であとその日がもしあるなら、まあ、いい夫婦の日じゃないかもしれないけど夫婦の日とかパートナーの日とかねあるかもしれないじゃないですかはい結婚の日とかねであったとしたらその日何するっていうのをちょっと聞いてみたいなと思いますうん、えー、今日はですね僕らは普通に 散歩に行って、まあ写真撮ったりしましたね。そうですね。うん、で、あとは、えー、まあご飯食べて <laughs>、いつも通りに過ごしたかな。確かに。うん、普通の日でしたね。そうだね。特に何かをしたっていうわけじゃないんですけどね。うん、うん。でもまあ穏やかないい一日だったなと思います。はい。うん。まあ今ねコロナでまた かなりいろいろね生活様式変わってきたんですけどもしコロナより前だったら結構多くの人が、まあ、レストランに行ったりとかしてたんじゃないですかねかもね僕はあのいい夫婦の日に何かするってあんまり本当知らないんですけどどうなんだろうねうんでも美味しいものを食べるんじゃないですかねああなんかプレゼントを送り合う感じではないよね うん、結婚記念日とかみたいにそうだねまあそれも人によるかねるその日が結婚記念日かもしれないもんねそうそう多くの人にとってはねうん、うん、なので、まあ、そういう人もいるしそうじゃない人にとってはやっぱりこうなんかあでも今日はいい夫婦の日だしなんか帰ってなんか一緒になんかやろうかなみたいに思う人もいるかもしれませんねそうだね、うん、なので、えー、今日はいい夫婦の日ということでえー 夫婦の方はぜひあのなんかね仲良く過ごしていただけたらなと思います。はい。皆さんのコメントもお待ちしております。ということで今日はいい夫婦の日のお話をしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ではでは。